20、こちら岐阜が P273 です。はい、皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃介です。それじゃあですね、前回に引き続きこのナテック NY351X3 実際に使ってですね、ちょっと性能というか使い勝手の方で、ね、見ていきたいと思います。まずはちょっとデータ通信の、信号を使ってね、こう方向を、まあ、探る感じをちょっと実演してテストしてみましょう。今ですね、この、5チャンネルでデータ通信の信号が出ています。まあこんな感じで向きをね、変えてあげると方向を探っていくことができます。こっちの方ですかね、まあちょうど今いる位置から、大垣市というか、まあ、町がある、方向になるんですけど、まあ、こちらの方からデータ通信のこの信号が、出ているんだなということがね、よくわかります。まあ、3L といえども結構こうあのサイドが切れる感じがするので、まあしっかり指向性が出てるアンテナなんだなということがわかります。でちなみにリトカ 8.15 となってますから、まあ、このサイズでもエデット 350R よりも、まあ、3デシベル、利得がね、高いということになりますから、やっぱね、それだけの性能はあるんだな、というふうに感じますね。はい、ちょっとじゃあ試しにね、CQ、せっかくなんで出してみましょうかね。こっちの方が、街というか、ノービヘイヤーの方向なんで、都市部の方なんでね、まあ、こっちに向けてちょっと CQ 出してみたいと思います。CQDCR こちらは長岡 HR420 岐阜県垂井町移動です。入管局ございましたら次回チャンネル14日は27144、チャンネル14日は27144で再度コールします。長岡 HR420 こちらは岐阜ヤンキーパパ273岐阜市固定です。取れますか、どうぞ。はい、了解です。岐阜 IP273 こちらは長岡 HR420、はい、メリット5です。非常に強力ですね。フルスケールで入管しております。今ナテックのね、ヤギアンテナをちょっと使ってみてます。よろしければ動画の方使わせてください。岐阜 IP273 こちらは長岡 HR420 どうぞ。お返ししました、長岡 HR420、こちら岐阜 IP273 です。それあれですかね、京都のお兄さんが持ってるのと一緒なんでしょうかね。はい、ね、先日池田山でね、見せていただいたんですけどね、確かに軽くてね、使いやすいなっていう、そんな感じで受けてますけどね。はい、本当にいいですね。それちょっと欲しくなりましたね。総司令官にちょっとね、おねだりしてみようかなって今思っております。はい、お返しします、どうぞ。はい、ということで、このナテックの NY351X3、使ってみました。やっぱりね、安定感ってやっぱヤギアンテナ使うとね、格子の安定感って非常に高まるなというふうに思います。あとまあこれはヤギアンテナ全般に言えることなんだけど、やっぱこうね、向きを変えて、方向を探るっていうね、ヤギが許されてるデジタル皆無線でしか、ライセンスフリーラジオではね、このできない、面白さっていうのはあるんじゃないでしょうか。実際電波がね、もちろん直接飛んでくるのもあるし、ここだとね、そっちに、まあ、山があるんですけど、山の方に向けると意外にね、よく聞こえてたりするんですよね。まあその辺、あ、この山で反射して伝わってきてるのかなとかね、まあいろいろね、楽しめるわけですよね。その時にまあ僕はね、結構ズボラなんで、めんどくさがり屋なんで、大掛かりなものをね、出してやるっていうのはちょっと、うーんって思っちゃうんでね。まあ本当にこれ、いつでもまあこれだったら、車だったら車に入れとくのね、邪魔にならないし、まあ登山運用にもね、持っていきやすいと思うんで、手軽に遊べるヤギアンテナとして。で、こうやってね、ほら、こんな感じで鉛筆みたいに持てるぐらい軽いんですよ。鉛筆持ちできますから、まあさっきちょっとこうやってガシッと握ってはやってましたけど、全然ね、鉛筆とか、箸とかフォークとか持つみたいな感じで、持てちゃうレベルの本当手軽さなんで、まあこれでこうやってやる遊びもね、いいんじゃないかなというふうに思いました。で、確実にヤギアンテナとしてのその指向性とかね、こうサイドのキレとかって出てるんで、うん、面白い商品じゃないかなと思います。
ナテク NY351X3 の商品購入ページの方は説明欄の方にリンクを貼っておきます。まだちょっと今度ね、オンエアデーとかに山に持ってって使えればなと思いました。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。桃チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回また桃チャンネルでお会いしましょう。